皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、日常化動画を配信していきます。この動画でね、白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、抗がん剤と骨髄移植、副作用と移植変態縮視病 GVHD のお話でございます。ちょっとね、今回もですね、連日小難しい話の内容となっておりますけどもね、皆さんのモヤモヤがすっきりすると思いますので、ぜひ最後までお聞きください。白血病の治療ではですね、抗がん剤や、骨髄移植をします。まずね、抗がん剤での副作用はですね、別名はですね、その殺細胞薬と呼ばれています。抗がん剤というのはですね、天然物質や化学合成物質からね、選択されたもので、その細胞の分裂に障害を与えて、最終的にはね、細胞を、殺す作用を持ちます。したがってですね、分裂の盛んな正常な細胞もですね、障害を受けることになります。一般的にね、この人の体の中での細胞分裂が盛んな組織としてはですね、口腔粘膜、口の中の粘膜ね、あと一緒に消化器粘膜ね、あとは骨髄、あと毛根ね、髪の毛の毛根などがありましてですね、抗がん剤はこれらの組織にですね、副作用、口内炎とか下痢とかね、貧血、脱毛などを引き起こします。ちょっと僕もね、脱毛が過ぎましたけどね。過ぎるって終わったじゃなくて、ひどかったってことなんですけどね。軽い副作用であればね、自然に改善することがほとんどですけども、症状が強い場合にはですね、それぞれの副作用に対する治療を行います。これをね、支持療法と言います。この支持療法にはですね、口内炎に対するビタミン剤、粘膜保護剤、下痢に対する尻剤、下痢止めなんですけどもね、あとは吐き気に対する生吐剤、吐き気止めなどがありましてですね、これらを使用しながら回復を待ちます。これを対照的支持療法と言います。またね、使われる抗がん剤の種類によってはですね、アレルギー反応の強いですね、嘔吐、腎機能障害など、重篤な副作用の出現が報告されているものもありますので、予防される副作用を予防する目的でですね、症状が出現する前からですね、抗がん剤を使う前からですね、支持療法薬っていうのを使う場合もあります。これを予防的支持法と言います。予防的支持療法や対照的支持療法を行ってもですね、入院期間が延長したり、命に危険が迫ったりするような重篤な副作用が出現した場合はですね、さらなる対照的治療を行ってですね、症状が回復した後にもですね、抗がん剤の投与量を減量したり、他の治療への変更を検討する必要があります。一方ですね、最近開発が進んでいるその分子標的薬とかね、免疫チェックポイント阻害薬とかね、以前の動画にも出てきましたけどね、そのように呼ばれるですね、抗がん剤では殺細胞薬と異なった特殊な副作用が出現することが分かっています。これらの抗がん剤を使用する際にはですね、その特徴的な副作用に注意する必要があります。今説明しました副作用はですね、抗がん剤治療を受けた全ての患者さんに発症するものではありません。副作用の出現頻度、程度、時期にはですね、個人差があるんですよ。もともと他の病気で合併症をお持ちの患者さんはですね、抗がん剤の副作用と合併症の副作用が重なってですね、症状がより重篤になる場合もあります。また副作用の中には患者さんには自覚症状がなくて もう検査値だけで異常を示すものがありますので、治療後には定期的な血液検査とか生理機能検査、心電図なんですけども、それが必要となります。このようにですね、抗がん剤の副作用は多種多様でですね、検査でしかわからないものや、逆に症状でしかつかめないものが多くてですね、その中にも重篤なものも存在します。なので支持療法っていうのを中心にした予防的対照的治療管理が必要なんですよ。そのためにも患者さん自身が、使う抗がん剤の副作用について先生から十分な説明を受けて、理解しておくことが重要なんです。気になる症状があればですね、先生とか看護師さんとか薬剤師さんにとか伝えてですね、副作用の早期発見、早期治療をしてもらった方がいいと思います。そして次は骨髄移植です。骨髄移植をするとですね、移植変態縮視病 GVHD という副作用が体に起こります。これはですね、同種移植という、ドナーさんの細胞をもらったり、
再対決というね、あのお腹の中に赤ちゃんがいてる時の栄養を与える再対ってあるでしょ。あれから取れる細胞をねもらう時にですね、患者さんの細胞と移植することによって新しく入ってきた細胞が拒絶することが原因で起こる病気の一つです。あの移植をしてない場合っていうのはですね、まあ、体に入ってきた微生物や、ね、異物はねリンパ球によって体の外に排出されます。この守ろうとする働き、まあ、生体防衛機能をですね免疫と言います。移植患者さんの場合はですね、これに加えてですね、移植後に生着したドナーさんからもらった細胞が患者さんの正常な細胞を、ね、異物として認識して攻撃してきます。この現象を、移植変態宿主病 GVHD と呼びます。抗がん剤もね、骨髄移植もですね、まあ、同じように副作用と呼ばれてますけども、まあ、発症の原因となる、ね、物質や発症の仕方などはね全く違うんです。抗がん剤はね、天然物質や、ね、化学合成物質から選択されるもので、細胞の分裂にね障害を与えて最終的な細胞を殺すという作用を持ちます。まあ、それに対して骨髄移植っていうのはドナーさんのね、まあ、全血輸血、まああるいはですね、骨髄中の、あの免疫担当細胞っていうのがね、患者さんの体の中にのあらゆる各臓器、各細胞をね、攻撃します。まあ、これを防ぐためにですね、あの放射線照射によってね、免疫細胞をね、破壊処理した輸血血液がね、使われるんです。またね、骨髄移植を受ける患者さんのね、造血組織、まあ、骨髄っていうのはですね、全処置として、致死量を超える大量の抗がん剤投与や、放射線照射が行われます。これはね、前回の動画でもお伝えしましたね。でこのためにですね、患者さんの造血機能ね完全に破壊されるので、ドナーさんの骨髄液中のね免疫細胞によって攻撃を受けます。抗がん剤は、細胞を殺します。骨髄移植はドナーさんの免疫細胞が患者さんの細胞を攻撃します。まあ一見ね、抗がん剤の方がね細胞を殺すなのでね強そうに聞こえますよね。それにですね、今の説明を聞いてね疑問に思ったことはちょっとなかったですかね。あのドナーさんからもらった、まあ、骨髄液が入った血液にですね、放射線照射をバーってして免疫細胞を破壊してから患者さんの体に入れるのに、なぜあの破壊されたはずのドナーさんの骨髄液の血液をね入れれば患者さんの細胞はね攻撃されるんでしょうかね。それはですね、あのドナーさんの骨髄がね、またこの体の中で細胞分裂を繰り返して、新しく生み出されたドナーさんの免疫細胞がね患者さんの細胞を攻撃してしまうんですよ。それによって移植変態宿主病 GVHD という副作用が起こります。これでね、抗がん剤と骨髄移植の違いが分かりましたね。しかしですね、僕も未だにね納得いかないんですけども、副作用として出てくる症状の種類はねさほど変わらないんですよ。むしろ同じと言ってもいいぐらいのね症状がね出ます。前回の動画でもお話ししました、骨髄移植をねする前にね、その移植前処置っていうのはですね、大量の抗がん剤を使います。そうすれば大量抗がん剤による副作用が起こります。その副作用を引きずってるまま骨髄移植をして、さらにこのような副作用が起こるので、もう訳が分かりません。ただ分かってるのは、それぞれの副作用の原因となる物質と、それぞれの発症の仕方なんですよ。まあ言葉ではね理解できるんですけどね、まあ残念ながらね体ではね理解できませんでした。あんな壮絶なね体験をしたのにですよ、体ではただただ長いこと副作用が続いてたんだなっていう感じなんです。というかね、今でもね続いてますんでね、終わる気がしません。ということはですよ、ドナーさんからもらった骨髄液の細胞も、僕自身の細胞も分裂し続けてることになりますよね。もう新しく生まれてきた者同士がね戦ってるわけなんですよ。もう仲良くしてくれたらいいのになーってねつくづく思います。まあ、そんな感じでね、抗がん剤と骨髄移植、副作用と、移植変態宿主病 GVHD のお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。